はい、今回もねレシピ開発2回目ね、これ髪型やっていきます。まずですね、この髪型で焼いてみたところ、こういうことになりましたね。前回やってみたレシピはこちらになります。これやってみたところ、こちらちゃんと膨らみます。しかしこちらです、高さが低いんですね。それでは始める前に、今回少しだけ気をつけたいことがあります。まず今の季節も7月でございます。そうするとですね、いろいろ変わってくるんです。卵白の状態が冬とではね変わってます。これを少し念頭に置いてきっちり立てていこうと思ってます。そしてもう一つですね、こちらです、米粉。これは薄力粉でも米粉でも粉なんですけど、冬と夏で水分量が違います。この粉の元々の水分量が全然違ってますので、今回私が作って思ったのは、卵黄生地が少し水っぽい、水分が多いという風な感じを受けました。その場合でもメレンゲをきっちり作っておけば大丈夫ですけれども、あまりにもシャバシャバしているという時には、粉に対してやっぱり水分を少しだけ減らすというのも念頭に置いて作っていきたいと思います。そしてもう一点ですね、この型、アルミ型のようにこの中心の筒の部分が高さがないんですよね。ちょうどここと同じくらいだとすると、あまり膨らませすぎるとこの穴をね塞いじゃうかなっていう心配もありますよね。なのでね、そこら辺も見ながら生地の量やら何やらをねちょっとねやっていこうかなって思ってます。今の季節相当暑くなってますよね。よくあるのが、夏になった途端シフォンケーキ失敗するようになったっていう話よく聞きます。ありますよね。私も聞いたことあります。これはやはり水分量が関係してるんだと思いますね。卵白の中の状態も違う、これは卵白にお水がどうとかというよりも、卵白が冬と夏では違うってことね、状態が違う。そしてもう一つ、この粉の状態も違うんですよね。いつもと同じ水分量なのに、いつもと同じメレンゲを立てたのになぜか失敗したという時には、メレンゲ、この粉の水分量全てが違ってるってことね。時間やらその状態を見ながら、メレンゲだったら立てる時間とかね、少し自分なりに状態を見て長くやるとか、少し冷やすとかね、対策を立てなきゃいけないってことです。はい、このくらい周りね、こういう風に冷たく冷たく冷やしておくととってもいいと思います。はい、こんな感じ。はい、それじゃあねやっていこうと思います。分量がね少し多いんですよ。いつもより分量多いです。増やしてるからね、高さ出すから。うん、やっぱりね全然お水吸わないね。はい、全然違います。でもねやっていきますよ。はい、メレンゲのね状態がまあ悪いというわけじゃないんだけど、ちょっとだけ違うよねっていう、こういう時はね立て直して使うといいですよね。今回分量増やしたんで、お砂糖もね増えてるので、メレンゲ自体の強度というのはね変わらないはずです。やっていきます。やっぱりメレンゲが泳ぐね。まあこれで作りにくいという場合は、本当に少しずつ減らすっていうのでね対策するといいと思いますけど、夏はやっぱりねメレンゲの状態が悪くなるというのと、この粉だな、粉の状態が違うっていう、この2つがあるんだね。メレンゲだけとも言えないよね。失敗した時はね、いろいろ重なってるっていうことも考えとかないと、何かしら原因があるんだよね。台所でね今やってても暑いんですよ。ほんと暑いわ。どうですか、このような感じです。はい、入れ終わってしまいました。これね撮ってると思ってね、じゃんじゃん喋ってましたけど撮れてなかったんですよね。こういう風に見た時に、前回よりはね生地量が多いと思う。まあ当たり前か。じゃあ焼いていこうかな。結構量がね多かったんで、撫でつけてみようと思って。はい、じゃあこれをね手でねガスッと持つんですよ。はい、おい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 、じゃあ行ってきます。
見てください。すごい膨らんでます。1回目より全然いいよね。全然いいはいいんだけど、中心の筒がね、もはやもう本当に見えないから、これをね、筒を登るというふうに考えると、あんまり膨らませるのは良くないのかなと思う。またはなんか中心にあの巻く、筒の上まで行くようにしなきゃダメかもしれないね。これが焼き上がった後ね、どうするか考えるのはどうですかね。これ中心の筒がないので、ちょっと膨らみに影響するのかな。でも綺麗に膨らんではいますね。ちゃんと割れ目もあります。これがね、取り出す時が大変だと思うわよ。筒がないからさ、どうすればいいのかな。はい、33分なんだけど、取り出したいと思いますけど、筒がないのよ。ちょっと待って、どうすればいいの。筒がないのさ、筒がないのよ。筒ないから、これで、ちょっと待って、どうすればいいのこれ。ほい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 、どっこらしょ。これでいいの、これでいいの。あー、はーいっつって見せる余裕もなかったわ、ごめんなさい。見て見て、すっごい綺麗だよ。今回ほら、筒ギリギリだもんね。量はね、このくらいでいいと思うの。はい、こちら見えます。この紙にね、くっついてる、くっついて剥がれるというふうに思うかもしれないけど、これはね、普通のことです。アルミでも紙型でも、こういうふうにくっついて剥がれるんですね。だから米粉だから、こういうふうになるということではございません。アルミ型で手外しなんかすると、1枚ペラッとこういうふうになりますからね。だからこれはもうこういうふうになって、これは普通です。紙で剥がしてこういうふうについてるのは全くもって普通です。どうでしょうか。前回よりも高く膨らんでおります。かなりこの分量に関しては調整いいんじゃないでしょうかね。このくらいでいいと思います。そうでないと中心の筒がですね、やっぱり足りないんですね。もうちょうどギッチギッチだったですね、今回この分量でね。あの食感ですよね、あとパサパサ加減、そこをねきっちり焼こうと思うと、もうどうしてもね、こういう風にまあパサつく、やっぱ触った感じちょっと硬いなって感じします。ただしね、中は相当しっとりしてます。こことかね、ここもね少し柔らかいんですよ今回ね。焼き加減したっていうので、ちょっとどうなのかなってところね。音聞きます。うん、すごい音したんじゃない。そしてほら、もう持ったら戻らないよ。粘る粘る、すごいね。この粘りもすごいですね。今回やはりいいです。高さがある分、このね食べ応えがあるというね、この柔らかい部分がね、ちょっとね食べてみますね。まあこれ上ね、上の部分、うん、もうすごい美味しい。うん、ほろほろしてね、この米粉独特の食感、ほんと美味しい。そしてね、しっとりしてますね、側面の部分ね。うんうん、気にならない。やっぱりふわふわの部分が多いと気にならないです。やっぱりそれはね、この底の部分なんかちゃんとね、きっちり火が入る部分だから仕方ないんだけど、やっぱり気にならないよ。焼きをね少しね、もう本当にもう見極めたので、今回とっても良かったですね。中は相当しっとりしております。そしてもっちりしてるね、ほんと美味しい。これ髪型で作ってもすごい美味しい。はい、こちらですね、高さ食感ともにとても改善されました。これでレシピをね発表してもいいと思いますけども、やはりですね、この紙の強度不足をどうにかできないかなって、少しだけでもね、ここを補強して焼くことによって、もう少しこの上に膨らむということがあれば、ちょっとねそれを次回はねやってみたいかなって思うから、もう少しだけねちょっとお付き合いくださると嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。